アートテータムはアメリカ合衆国のジャズピアニスト。視覚障害者でありながら超絶技巧を誇り様々なジャンルのピアニストに影響を与えた。オハイオ州トレド出身。先天的な白内障のため片目は全盲でもう片方もわずかな視力しかなかった。幼い頃から様々な楽器を習い、1920年代後半にはプロのピアニストとして 活動を開始する。1929年には、ラジオ局のハウスピアニストとなり、徐々にその名を浸透させていった。1932年、アデレード・ホールという歌手の伴奏ピアニストとして、ニューヨークに移る。1933年には、ピアノ独奏で4曲を録音。この時の演奏は現在では、アンアート・テータム・コンセールの再発 CD に追加収録されている。 その後、デッカレコードとの契約を得て、多くの演奏を残した。キャリア初期は、ピアノ独奏が中心だったが、1940年代には、ピアノ、ギター、ベースという編成での演奏も多くなる。晩年は、ベースとドラムを従いた編成でも活動。1956年8月には、ハリウッドボールで1万6000人以上の観客の前で演奏し、 9月には、サックス奏者のベン・ウェブスターと共演。同年11月5日、尿毒症のためロサンゼルスで死亡。テータムのテクニックは、ジャズピアノの可能性を著しく広げ、多くのミュージシャンに尊敬された。テータムと同世代のファッツ・ウォーラーは、テータムを神と呼び、カウントベーシーは、世界の8番目の不思議と称賛した。バイオリン奏者のステファン・グラッペリは、 テータムの初期のレコードを聴いて、二人のピアニストの連弾だと思ったと発言。テータムからの影響をしばしば公言しているオスカー・ピーターソンは、幼い頃に初めてテータムのレコードを聴いたとき、ショックのあまりピアノに近寄れなくなったという。ある晩たまたまテータムの出演していたムサクルシーナイトクラブに、クラシックピアノの巨匠ウラギミール・ホロビッツがやってきた。 テータムの演奏テクニックに仰天した。彼は次の日、ギフで指揮者のアルトゥーロ・トスカニーニを連れてきたが、トスカニーニもテータムの演奏に肝を潰した。テータムのいたクラブには、テータムの演奏を聴きに、ホロビッツやトスカニーニのほか、バルター・ギーゼ・キング等もやってきた。また厨房では一時期、カンザスの田舎から出てきたばかりの若いチャーリー・パーカーが、皿洗いをしていた。 ゲータムの演奏が始まると、彼は、厨房の入り口に行き、じっと演奏を聴いていた。この節の出典没後のリリース。ありがとうございます。